はい、こんにちは。水井です。ジャイアンツ球場よりじっくりじっとパート4。前回東京ドーム、今回はジャイアンツ球場。暑いっす。30度。軽く超えてます。はい、じっくりじっとね、もう皆さん再生回してくれてありがとうございます。誰かを特集するのではなく、自分のカメラマン水井の目の前で起こっているものを撮りまくると。とにかくじっくり見てねといういわゆるのんびり企画でございます。もしもね、夜一軍の試合が負けた時に、まあ、何かジャイアンツ見たいと、若き近未来のスター候補を見たいというイライラした方にもぴったり。じっくりじっとゆっくりご覧ください。ドラフト1位に浅野萩尾コンビ、元気です。暑いですがこの2人も暑い。私水井、取材するのではなくあくまでカメラマンですので、なるべく喋らんとこうとは思ってますが、ジャイアンツ球場のファンから水井さん喋りますねと突っ込まれてます。なるべく気をつけます。水野スカウト部長、今日ね、クレマツ次長はじめ、まあ他のスカウト陣もいらしてまして、トヨタ自動車とのね、まあ練習試合ありましたんで、まあそこ目当てでしょう。真上に投げる、まあ以前にも紹介しましたが、真上に投げるところからの発展型、しっかりとリリースポイントを定めるための練習ですね。山なりキャッチボール。どうもっす。水野スカウト部長、本日口約束ですが、まあドラフト会議後のね、放置プロ野球チャンネル、またの出演、口約束ですが、泣いていただきましたんで、ぜひとも、ドラフト会議のね、裏側を、そして、昨週のドラフトで取った選手たち、もうすでに初勝利を挙げているピッチャーもいますしね、松井隼人投手とか。今年も成功したドラフト会、ドラフトの、まあ、裏側、じっくり聞きたいので、皆さんね、コメント欄に、こんなこと聞いてよとか、この選手のこういうところ聞いてよとか、こんな選手取ってよでもいいですね。はい、もう書くのは自由です。そのついでに、チャンネル登録もポチッと押しといてください。立岡選手、順調です。6月下旬の3軍合流、そして七夕での実戦復帰、支えてくれた奥様のとの結婚記念日、7月7日。どうですか、放置でリハビリ組をね特集したんですが、立岡選手それを見てくれたのか、ありがとうございましたと感謝してくれました。いい人です。
こちら160キロマシン。みんな大苦戦。まあ一軍の選手も苦戦してますから。はい。浅野選手。こっちは大城選手ですね。難しいのが160キロに加えてカットしたりシュートでえぐってきたり、普通のまっすぐが少ないと。でもね、この160キロ、今150キロ以上投げるピッチャーがいっぱいいますから、こうやって目で慣れて、体で覚えて、大事だと思います。球は硬球ではなく、ちょっと柔らかめの、当たっても痛くないように、まあ、そんな工夫もされているようです。浅野選手、大苦戦。大卒ルーキー萩尾選手、雄たけびを上げるほど大苦戦で、岡田選手、さすが先輩です。マーゲージと萩尾選手、みんなね、空振りしてますけど、すごい振ってますから。こちらは通常のフリーバッティング。室内でのフリーバッティング。浅野選手。後ろのモニターでスイングをチェックしながら、いろんなことを試す浅野翔吾選手。バットをブチのように、グリップからヘッドをぶらせてブチのように、まあそんなイメージで。こちらも高卒ルーキーピッチャー陣が混じってます。田村投手、お邪魔します。お邪魔します。はい、杉内投手コーチが逆に挨拶してくれて恐縮する水井です。杉内&矢抜き黄金コンビ。このね、ユニークな練習もこうやってグラブを遠回しに出すことで、しっかりと腰を落として、膝を落として、膝曲げて、ピッチャー下半身命、考えられた練習です。グリフィン投手、メンデス投手。グリフィン投手は盛岡、菅野投手阪神戦頭、メンデス投手その次でしょう。あくまで水井の予想です。秋田が天候良くないということで、まあ今編集して夜ね、もしも中止になったら
戸郷投手をスライドさせるのか、グリフィン投手そのまま行くのか。グリフィン投手とりあえず10日間の抹消明けですから休養十分。菅野投手も右肘痛の不安から一勝、今季初勝利を挙げて、久保投手コーチの助言もありながら一勝して、ちょっとね打球が当たったのもあったので大事を取って抹消し、そこから阪神戦頭、大事な初戦、三本柱、まあ、先発陣は揃ったのでここからですね。この映像もなかなか撮れてますね。自分で「おえ」って言ってますけどね、まあ、チェンジアップのイメージを、まあ、教え合っているのか。そしてこの映像、わずか2球ですがお楽しみください。大迫力、菅野投手のピッチングス、軽くですけど迫力が伝わってきたでしょうか。表情も明るいし、次に向けて順調、そして万全でしょう。さあ、トヨタ自動車との練習試合前の2、3軍合わせてのシートノック、どうでしょう。コメント欄の皆さんの助言をもとにちょっと引き気味で撮ることを覚えてます。だけどね、なかなかこの送球が追い切れなくて全部映しちゃうとね、もうなんか自分がよっちしまいそうで、また誰となかったか教えてください。本日はレフトに浅野選手、センター岡田選手、ライト萩尾選手、そして大城選手、高卒ルーキー同級生が、ね、できてね、良かったですね。浅野選手も、外野よく来るより難しいのが内野ノック、送球が早いんでね、やっぱこうやって引いて打つしかないのかな。まあ、この流れるような守備を楽しんでいただき、そろそろお別れの時間が参ります。はい、怪我人がちょっと多くなってきましたからね、全員にチャンスがあると思って逆に活気が出てきてます。さあ、ラスト、明日の盛岡に向けて最終調整、グリフィン投手ね、9番目の野手としてバントも大事ですから、そして菅野投手、報道陣に抱負を語って
いざ虎退治。はい、ありがとうございました。